知ってるかしら。ブリーズブリュー祭ならディルク様に会える機会も増えるかな。知ってるかしら、放浪寮の変わった方が清泉町に行ってるとか。ブリーズブリュー祭ならディルック様に会える機会も増えるかな。騎士と貴族のしきたりは似ているわ。ただ騎士は小難しいところが簡略化されているの。
私とセピ。貴族たちの古いしきたりなんて聞き流してちょうだい。いつか私みたいに何百条ものしきたりを暗記させられても本気にしなくていいから。
私とセピロス剣術について学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないわね。開けたわね。よっ。早く。結霜せよ。よっしゃ。よっ。
栄誉騎士とパイモン、いい知らせだ。僕たちに新たな助っ人が加わった。この二人の店主はチャリティーショップのことを聞いて仲間になりたいと思ったらしい。しかも収益も寄付するつもりだそうだ。え？寄付するって本当にいいのか？いいんだいいんだ。収入源が増えれば助かる人も増えるだろう。俺とポリーンさんも黙々と自分だけ稼ぐよりその方がいいと思ったんだ。今年のブリュー祭はお客さんが例年よりも多いので早めに売上目標を達成できました。だからもう十分満足ですよ。あなたたちがお年寄りと子供たちのために駆け回っているのを見て私たちも協力したいと思ったのです。あまり気にしないでください。心が温かくなってきたぜ。となると名前を変えないとな。よし、セピロスヒューヒューチャリティー連盟にしようぜ。力を合わせて今回のチャリティーイベントを成功させよう。やってらっしゃい、見てらっしゃい。セピロスヒューヒューチャリティー連盟の特製料理に日用雑貨、それからお花はどうだ。お、見ろよ、アルベドが来たぞ。やあ、元気かい？必要なものは特にないけど、君たちが騎士団の店を管理していると聞いて来たんだ。ちょうどティマイオスとの研究に進展があってね。その完成品を少し持ってきた。チャリティーイベントに対するちょっとした支援だと思ってくれ。わざわざ支援しに来てくれたのか。おいら感激したぞ。うん、どれどれ。ボトルに入ってるのは特製酔い覚ましポーションだよ。酔いを早く覚まし、頭痛を効果的に和らげることができる。これを必要としている人に試供品として配ってみてくれ。そうすればより多くのお客さんを引きつけられるはずだ。こんなにすごいもの、相当苦労して作ったんじゃないか。おや、長い間僕の実力を見せてこなかったからかな。昔の僕ならこのような研究にあまり興味なかったかもしれない。しかし錬金術の成果物で人々の生活を便利にするのは素晴らしいことだろ。そうだな。オイラ酔っ払ったことはないけど想像はできるぜ。お酒を楽しんだ後に足を滑らせて湖に落ちたり、石につまずいて転んだりしたら、せっかくのいい気分も台無しだもんな。そうだ、この店の料理を持って帰ってクレイ
と一緒に食べてくれよ。オイラたちのおごりだ。ああ、じゃあ遠慮なくもらっていくよ。まさかこれほど見事な詳細を持っていたなんてね。料理店の立地が絶妙だ。祭りの雰囲気に合っているだけでなく、役割分担も合理的だよ。他の騎士団メンバーが担当していたら、きっと普通の雑貨しか売っていなかっただろう。お？アルベドに褒められたぜ。オイラ、酔いざましポーションを飲んだみたいに気分がいいぞ。でも、アルベドって意外とチャリティーショップに詳しいんだな。ああ。以前、騎士団がチャリティーイベントのために雑貨を集めたとき、風景画を十数枚ほど提供したことがあってね。アルベドの絵ならきっと高く売れるだろうな。パイモンの考えは一般的な商人と似ているようだ。確かに僕の絵を独特だと思い、投資価値を見出して高額で購入してくれる人もいる。以前のオークションで僕のスケッチの売り上げが良かったから、アリスさんも何かを感じ取ったんだろう。彼女は独自のルートで僕の作品にある認定を授けてくれた。確か特許という名前だったかな。その後多くの画家が僕の風景画を模倣してモンドによく飾られるようにもなった。アリスさんの特許のルールでは、画家はその類の風景画を売るたびに報酬の何割かを僕に支払わなければならないことになっている。だがお金の行き先に興味はない。その管理は騎士団に任せている。富は僕の目的じゃないからね。もし何に使えばいいかと聞かれたら、うん、アリスさんが壊したものの修繕費に充てればいいと答えるだろう。でも結局はチャリティー活動に使ったと聞いているよ。さすがはアルベドと言うべきか。結果は本意からそれたものだったけど、予想外の収穫を得られたし、僕も少しずつそれを受け入れたよ。もちろん喜んで僕の経験を共有するよ。でも、うん、やっぱりたくさん練習するのが一番だろう。じゃあそろそろ僕は工房に帰るよ。商売がうまくいくことを祈ってる。協力してくれてありがとな。アルベドも研究頑張れよ。時間があったらまた遊びに来いよ。それ。
Thank you.
Thank you.
探したわ。おい、わざわざオイラたちに会いに来たのか？もちろんだよ。あんたたちのお店ってばすっかり有名だからみんな噂してるよ。栄誉騎士と小さな白い助っ人がセピロスヒューヒューチャリティ連盟っていうお店でいろんなお宝を売っている。しかも不思議なプレゼント付き、見逃せないってね。なんだよ、結局オイラ小さな白い助っ人になっちゃったぞ。でもお店を評価してくれてるみたいだし嬉しいな。ずっとエウルアとアンバーを見かけなかったけど、二人とも出かけてたのか？あたしたちには仕事があるからね。え、ずっと仕事してたのか？正確に言うと、私とアンバーは騎士団の半休暇メンバーなの。ブリュー祭の期間中はドーンマンポートとモンド城間をキャラバンが頻繁に移動するため警戒を強める必要があるのよ。魔物や悪党に襲われるからか？ええ、そうよ。遊撃小隊の任務はその2カ所の間を巡回すること、キャラバンの後を追い貨物を守る、さらには率先して攻撃を仕掛けたり怪しい場所を調査したりして脅威を事前に取り除くってわけ。なんだか大変そうだな。もしかして、ブリュー祭が終わるまでずっと仕事なのか？そんなことないわ。交代制でやっているからね。一組は見回り、一組は休憩、一組は予備隊として待機するの。これを一定の周期で交代しているわ。エウルアは経験豊富な隊長だからね。エウルアの的確な指示のおかげで、厳しい任務もこなすことができたんだ。別に。褒めるほどのことではないわ。君たち、そんな風にからかって一体何の真似？祭りの雰囲気にでも影響されたのかしら？実はちゃんと用事があってきたんだ。エールは説明をお願い。君たちに騎士団特製北地のスモークチキン40人前とセピロスのカゴ付きお肉つみつみ40人前を用意してほしいの。とんでもない量だな。一度にこんな注文するのか？まさか騎士団でパーティーを開くつもりだな。どうして誰もオイラたちを招待してくれないんだ？そんな盛大なものじゃなくて、エウルアが隊員たちをねぎらうためなんだ。ええ、遊撃小隊のメンバーは日頃から体力の消耗が激しいから一回の食事で 4,5 人前は食べるのよ。それに最近は古参の隊員が一人復帰することになってね。だからこの機にお祝いしようと思って、他で何か買うよりも資金を君たちのお店で使えばチャリティーのためにもなるでしょ。おお、一石二鳥のナイス判断だな。そうだ、エウルアの言う古参の隊員ってまさか前に会った。前線で活躍している測量士のミカよ。大団長と遠征に出る前はずっとうちの隊の主力だったの。やっぱりあいつのことか。あの恥ずかしがり屋の騎士がそんなにすごいやつだったなんて。ミカは決してあんたたちを怖がってたわけじゃないよ。若干遠回しだけど、それもあんたたちに対する敬意の表れなの。彼は強い人には独特の個性があると思い込んでいてね。その人たちを知り、カ
考えを理解した上でより深いコミュニケーションを図るの。こうすることで気兼ねなく会話できるようになるみたい。最初は私とアンバーに対しても同じ感じだったわ。私たちのことをよく知ってからだんだんと自然体でいられるようになったの。そういうことだったのか。ミカって本当に変わったやつだな。ええ、今度時間があったらもっと接してみるといいわ。君は騎士団の重要人物、私は彼の上官として、お互いの誤解を防ぐ義務があるからね。そんなに弁解しなくても大丈夫だぞ。エウルアがあいつのために言ってるってことはオイラたちにも十分伝わってるから。あ、エウルア、私の分も払ってくれたの？私は遊撃招待のメンバーじゃないし別で払うよ。君の分も私がおごるから遠慮しなくていいわ。ヒヒ、エウルアとアンバーのおかげで一気に前日と同じ分のモラを稼げたな。栄誉騎士パイモン、朗報だ。二人のおかげで予想をはるかに上回る資金が集まった。大成功だよ。ヒヒン、どんなトラブルが起きてもきっと乗り越えられるってオイラ言っただろ。お店がうまくいったのは二人の指導のおかげだよ。収益はすでにチャリティー資金の担当者に渡してある。今回のチャリティーイベントもこれで無事終了だ。感謝の気持ちを込めて二人に報酬を送ろう。さあ受け取ってくれ。もうお店を開くのも怖くないぞ。今後もぜひ一緒に仕事をしてほしい。おう、オイラもかなりいい経験になったぞ。またこんな機会があったら挑戦してみようぜ。